わけどんばしのガイショー考察会トップを取る竹です。ということで本日の企画はワンピース都市伝説でございます。おー、まあ都市伝説って聞くとちょっとね怖かったりとか、ね、不思議な感じがあるとは思うんですけども、そうマイケル・ジャクソンが未だに生きているみたいな笑ってるけど、そんなのマイケル・ジャクソンは冷凍されてるんですよ。興味深い話があるじゃないですか、今のもそうだし、なんか地球滅亡とかさみたいなちょっと摩訶不思議な話がワンピースにもあるんですよ。そうなんだ。まあ、なのでね、今回ワンピース頂上戦争までしか見たことない僕がそれを紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。リアゴチャンネル登録よろしくね。ということで本日話したいのがワンピースのストーリー大予言ということなんですよね。考察とかじゃなくて予言なんですか。そうなんですよ。すごいね。ただこちらまず言っておきたいのが、ワンピース好きな方ならもしかしたらどっかで耳にしたことあるかもしれないんですけども、ある方がワンピースの内容を言ってそれが的中していたみたいな。あったわかりますか。結構前だよね。そうなんですよ。そちらをまず紹介させていただきたいんですけども、2009年の4月に匿名掲示板2チャンネルに書かれていたことなんだけど、その書き込みがあった時点でのワンピースのストーリーは、シャボンディ諸島でバーソロミュークマによって麦わらの一味がバラバラに飛ばされてしまったところまでの時なんだね。その時なのにチャンネルに書き込まれた予言の内容っていうのが、少し未来のワンピースを教えますね。麦わらの一味はバラバラになりますが、新世界に入る前に再会します。四皇の一角白ひげ海賊団の白ひげとエースは死にます。新世界に入ったら麦わらの一味は七部会のドフラミンゴと戦います。大将の一人が元帥になってもう一人の大将が辞めます。ルフィが死に別れたはずの兄弟と再会します。また四皇の誰かが死にます。麦わらの一味が大海賊団の一つになります。黒ひげが海軍を落とします。黒ひげが海賊王になります。がそこから先は言えません。こういうことなんですよ。そんなにいっぱいあったんだって感じだわ。まあ、これね、ほんと有名らしいんで。そうね、なんか聞いた。6個も。うわぁ、すごいね。結構怖いね、これ。これ外してないってすごいよね。そうなんですよ。半分以上当ててるんですよ。そして、その残りのやつって、まだ可能性としてはあるよ。あるある。だから外れたとは言い難いものじゃん。そうなんですよ。うん、しかもね、また四皇の誰かがっていうのと、白ひげが死にますっても書いてあるんで。やばいよね。またというのは意味がわかんないよね。別の四皇の方が死ぬということを言ってるんですよ。だってさ、ね、シャボンディショートの時は白ひげ死んでないのにまたって言ってんでしょ。意味わかんなくない。まあそこは前半に言ってるんでね、前半にもう一回白ひげ死んでないって言ってるんでね。シンプルに頭が悪い人がいるのかこれ四皇っていうのがさ、曖昧かなって思って、例えばさ、今って四皇変わってんじゃん。ルフィ、バギー、シャンクス、黒ひげになってんじゃん、はい、でもシャボンディショートのこの時言ってんのはカイドウとビッグマムがまだ落ちる前だから、だからカイドウとビッグマムの生死が今不明になってるから、それを言ってるのか、はたまた新四皇のあの4人の誰かが死ぬことを言ってんのかっていう。でも、ね、その後者だった場合めっちゃ怖くない？いや、やばすぎるよ。おもろいね。おもろすぎるでしょ、それは、この予言。いや、でも僕、あることに気づいちゃってまして、1077話で、ナミがゼウスを使ってるんですよ。これ、ゼウスっていうのが、ビッグマムの能力によるものなんですよ。これが現存してるってことは、ビッグマムまだ生きてんじゃない？そうだね。ああ、なるほどね。もし死んでた場合、この能力もないから。あって、また悪魔の御他に宿るから、このゼウスが生きてないと思うの、俺は。ということは、カイドウだけ亡くなってるっていうのは考えられないんじゃないかな。そうだね。どっちも死ぬか、どっちも生きてるか。ワンピースって、だから、死んだ時は誰々が死んだみたいな風にちゃんと出るから。そうね、和の国でもあったもんね。そう。しかもちょっと言っていい、思ったことなんだけど、このさ、黒ひげが海賊王になりますが、そこから先は言えませんってさ、俺もね、思ったな。これを言うっていうことはさ、今話してる新四皇とかなんちゃらよりも先のことを知ってるわけじゃん。いや、そうそうそう。だってまだ誰も海賊王になることなんてないんだから。ないね。ってことは、終盤の話をしてるじゃん、おそらく。そうだね。新四皇がなくなるって説はあるかもしれない、ね。いや、あると思うね。で、まあ、これ、結構有名だったじゃないですか。やばい。ここがあったよねっていう。いや、だいぶ話題になったね。で、これ一応、まあ、マジの関係者なんじゃないかとか、下手したら小田先生が書いちゃったんじゃねとか、あー。おもろくするためにとか、実際に誰かとかは分かってないんだけど、そういう噂が立って、話題になったんですよ。けど、今回の動画はね、ここから面白くて、実は、この他にも予言があったんですよ。おー。いや、俺、これしか聞いてない。いや、そうなんですよ。これがすごく有名だったらしいんですけど、実は、この他にも予言があって、なるほど。こっちも面白いよっ
ていうことなんですよ。ぜひ聞いていただきたいんですけども、ドレスローザ編終了後、参加も増え、麦わらの一味は大海賊になります。海軍大将の一人が四皇黒ひげに敗れたことを機に世界が変わります。四皇のうちの一人がルーキーたちによって落とされます。黒ひげにより海軍本部が落とされ、世界は混乱します。黒ひげがワンピースを見つけ、一度海賊王になります。ワンピースの正体は詳しくは言えませんが、ある力のことです。麦わらの一味は最後の古代兵器をエルバトで見つけます。全ての古代兵器を集めた麦わらの一味とワンピースを保持する黒ひげの全面戦争になります。最後は詳しくは言えませんが、とても驚くことが待っています、ということが書いてあるんですよ。へぇー、前半似てた。なるほど。いや、そうなんですよ、ね、前半似てた似てた、うん、新しい情報としてまだ確定されてないのが、ワンピースの正体は詳しくは言えませんが、ある力のことですとか、麦わらの一味は最後の古代兵器をエルバフで見つけますとか、全ての古代兵器を集めた麦わらの一味とワンピースを所持する黒ひげの全面戦争になりますとか書いてあるんですよ。ほー、なるほどね。これは信用度にちょっと欠ける部分もあると思うの。さっきルーキーが一人落とすって言ってるけど、二人結局殺してるじゃん。そう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 、ルーキーが四皇のカイドウとビッグマムの二人を落としてるから、一人だけ落ちてるわけじゃないんだよね。ルフィ厳しいっすね厳しいっすねそうか、ルフィだけがの目線だったら正解だもんね、うん、まあ確かにそうかそうか、一人は当ててるんですけどね伝説の鉄の巨人の動力が不明だから、うん、その力っていうのがもしかしたらワンピースの正体の力で、ね、伝説の鉄の巨人が動いてるかもしんないし、だからさ、なんかエクエット編でちょっとエネルギーとか力についてね、そうそうそう、話があったから。でもそのさ、力をさ得て何なの。そう、ロジャー見て笑う、そのワンピースを見つけてさ、うん、でもあれだよね、確か小田先生ってワンピースちゃんと実在するって言ってるんだよね。そう、その絆とかじゃなくて、そう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 、うん、まあでも一応こういうことがバズった内容とは別で、実はこういうことも言われてたんですよっていうことなんですよ。なるほどね。まあこれがワンピースの大予言という。思うよね、でもこの展開になっても。確かにこういう予言という妄想をね、確かに聞かせていただいて。信じてないんだよね。いやでもね、前半のやつとかも当ててますから。そうだね。なんか俺がこのシャボンディ諸島の時にこの記事のリアルを見たかったな。っていう感じ。それはマジでお前の感想。じゃあ俺も例えば、宇宙旅行編で海賊王になりますって俺が考察を出してたら、うん、とんでもないバズるってことだよね、それが当たったら。それが当たった当たった当たり前でそれはそうだ、何言ってんの。まあということでね、今回はちょっとこんな、まあ、ちょっと不思議なお話を、そう思う、はい、紹介させていただいたん で他にもいっぱいいろんなワンピースの不思議な話ありますので、うん、そんな動画もまた開けたいと思いますので、うん、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そうです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。